はい、今日は2024年2月8日木曜日午後0時16分ぐらいでしょうかね。今日はね、ここ、宮崎県日南市南郷町の、埼玉西武ライオンズのキャンプ地に来ております。はい、今ね、その練習場スタジアムの方にね、向かって歩いております。ちょっとね、喉がね枯れてます。さっきもずっとね車内でお話をしていたんでね、喉がもうガラガラでございます。今ね、ここはね山をね潰して作った運動公園なんで、結構ね坂道とか階段を登っていかないとスタジアムにたどり着かないんだけれど、はい、頑張って歩きます。日頃ね運動やってないんで結構大変ですよね。はい、こんな感じで階段があります。よっしゃ、階段登りましょう。よっしゃ、よし、よっしゃ、よっしゃ。今日はね、時間がねある限り、いろんな球団のキャンプ地を巡ってみたいと思います。ここね書いてますね、見学者専用道路って書いてます。専用通路か。はい、まあ今日は普通の日なんでそんなにねお客さんは多くないです。はい、選手のタペストリー登り旗があります。まあ土曜日曜日、今週は今週末かな、3連休ですよね。多分今週末ぐらいはお客さんも多いでしょうね。はい、正面がねスタジアム、見えてきました。はあ、ちょっとね空はね曇ってます。うん、午前中はね晴れ間もあったんですけど、ちょっと今はね曇ってますけど、まあ、少し風があってちょっと寒いかなという感じで、まあ、ありますけど、まあ、ブルブル震えるような寒さではないですね。はい、ちょっとね BGM が YouTube の著作権にかかるような感じではありますけれど、まあいいです、いいです。よっしゃ、書いてます。選手球団関係者動線、一般はこっち動線だって。よっしゃ、結構登りますね。登って上がったら、はい、こんな感じです。はい、もう出待ちの方いらっしゃいますね。これはスタジアムです。向こうに書いてます、南郷スタジアムと書いてますね。はい、南郷スタジアムです。こんな感じね、スタジアムはね。ウィアーと書いてます。こっからも行けるんですけど、左から行きます。はい、選手の紹介の壁面。よし、階段、階段にも何か絵描いてますね。
よっしゃ。で、こちらがおトイレとか、あとグルメブース、物販ブースがあります。こちらが物販ブースになるのかな。ちょっと待ってね、これぐるっと回って、よいしょ。はい、こんな感じ。なんかやってるんだ、スタンプラリー。なるほど、こんな感じですね。で、こちら側がいろんな物販ブースがありますね。こんな感じで物販ブースがあります。これがお立ち台、写真撮影できるんですよね。うん、面白いですね。スタジアムに入ります。さあ、 BGM がどうかな。まあいいです。はい、スタジアムです。練習やってますね。こんな感じですね。上がってみようか。よいしょ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 。今日はね、結構、お客さんは少なめですね。こんな感じで、まあ、平日の方が少ないからね、ゆっくりと見学することはできるんではないかなと思います。奥の方で練習やってますね。BGM が何とも言えないなんだなんだ、もっと元気のいい BGM はないんだろうか、どうなんだろうか、分かりませんけれど、まあ、YouTube 的に大丈夫かなという気はしますけどね。まあ、それはしょうがないです。音楽を入れ替えるしかないかもしれませんけどね。こんな感じでございます。まあ、そんなに寒くはないからね、いいんじゃないですか。キャンプにはふさわしいと思いますよ。日差しもないからね。日差しがあるとね、結構暑くなるんで、まあいいと思いますよ。はい、こんな感じでございます。よっしゃ。はい、ということで別の方向を歩きながら戻りましょうか。結構ね、段差があるんで、あ、ここに何かありますね。なんだこれ、モニュメントみたいなやつがここにあります。いいですね。よっしゃ。 BGM がね、どうかなというところがありますけれどね、 YouTube さんよろしくお願い申し上げます。よっしゃ。他にもね、練習場があります。ブルペンとかね、あるんで、そちら側を通って帰ろうかな、戻ろうかな。あ、戻れないのかな。そこしか降りれないんですね。さっきのところをまた降りていきます。よし、また階段を降りてね、違う方の方に行きましょうか。
はい、左側に行きます。結構キャンプ地はね、 BGM がガン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 流れてるんで、YouTube 的にはね、著作権の問題があったりするんで、めんどくさいですよね。まあね、お客さんが少ないから、ゆっくりと観戦することができるのは、いいですね。これ桜なんで、春はね、桜が満開になるんでしょうね。いいですね。ブルペンはね、反対側にあるんだけれど、下りもね、気をつけないと転んだりしますからね。出待ちしてますね。出待ち、選手の青いラインは選手が歩いてきますよっていうラインなんで、はい、ここに書いてますね。赤いラインでございます。なんか向こうには行けません。こちら側を歩きましょう。ブルペンにも行きたいんだけど、ブルペンがね、反対側でまた階段をね、降りていかないといけないんで、今日は行きません。ブルペンが向こうになりますよっていう紹介だけしましょうか。また向こう側に歩くんで、紹介したいと思います。よっしゃ、はい。よっしゃ、ここは南郷黒潮ドームというドームですね。ここは練習場ではないのかな、屋内練習場なのかな、わかりませんけどね。よっしゃ、向こう側に渡りましょう。車が来ないことを見ながら渡ります。あ、ブルペン、ブルペンに行ってきます。ブルペン行けるね。車に行っていいよ。ブルペンに行ってきます。運転手さんは車に帰りました。じゃあブルペンに行ってきます。階段気をつけましょう。長いんですよね、この階段がね。よっしゃ、いい運動になりますね。あか、よし、よし、走ってる走ってる。よっしゃ、はい、正面がブルペンです。向こうにね、見学する場所があるんで、向こうに行ってみようか。隙間から見えるんだよね。あ、溜まってる、ファンが溜まってます。結構ね、運動公園なんで広いですよね。
ファンが溜まってサインをもらうために溜まってますね。あ、サインもらってるのかな。はい、いいです、いいです。はい、こんな感じでここから少しだけ見ることができますね。これずっと下がると見えるのかな。ああという感じでございますが、ブルペンです。ここで見学することもできますね。で、向こうも練習場になってますね。これブルペンの下の方まで行けるのかな。あ、行けるね。下の方にも行ってみましょう。おお、結構サイン攻めにあってます。よし、もう一段降りようか。雨の日はね、もうぬかるんでね、大変なんですよ。今日はね、雨降ってないんでいいんだけれど、お、カートがいる。カートはいいな。ほら、カートに乗って移動もいいな。よっしゃ。よし、よし、よし。よっしゃ。よっしゃ。ああ、こっちの方がいいでしょうね。こっちの方がはっきりと見ることができるんで。こんな感じでね。それがもう練習やってますよ。ということで、埼玉西武ライオンズの、キャンプ地をご紹介しました。また今日はね、あと何か所か、キャンプ地をね巡るんで、そろそろね、移動したいと思います。またあそこ登っていかないといけないんで、大変だな。登りましょう。よいしょ。はい、あ、練習終わったかな。間近でね、練習風景を見ることができるのはいいですよね。で、こちらがブルペンでございました。で、私はまた階段を上って戻りたいと思います。よっしゃ。はい、ということで、埼玉西武ライオンズのキャンプ地、宮崎県日南市南郷町のね、南郷スタジアム、南郷総合運動公園をご紹介しました。今回の動画はこの辺で終わりにします。ほんじゃまた。